3人はどこにいるでしょうか。せいちゃん、ここだよ。ここみちゃん、ここだよ。りここちゃん、あれ、りここちゃんがいないみたい。りここちゃんはここだよ。おしゃれなグランドハウスでっかい。はい、新発売です。イエーイ。見て、このベッドまでふわふわマットです。すごい。じゃん、これピアノ。ピアノだ。キッチンだ。キッチンか。街の素敵なカップル。カップル。かっちゃん、ローズアーチフラワーポット。おお、すごい。このハートかわいい。かわいい。フラワーギフトセット。街のフラワーショップ。かわいい。お花いっぱいあるじゃん。こちらのお友達です。これバスの運転手さん。あ、そうだね。はい、じゃあこちらを開けていきましょう。イエーイ。じゃあ開けてみよう。おー。え、どれから開ける？でかいの。でかい。そうだね。せーの。この兄弟は9人家族です。中に赤ちゃんが3つ子の赤ちゃんいるよね。こちらがフラワーショップ。はい、めちゃくちゃお花があるから中も見てね。出発進行。プップープープー。大人数ですね。大人数ですね。どこへ行くんでしょうか。に行くのかな。カップルの前に。ぷっぷー。降りる人はいませんか。降りる人はいませんか。私降ります。こっちからです。降りる人頑張って。マシュマロネズミのお姉ちゃんたち、こんにちは。こんにちは。これからお姉ちゃんとデパート行くんだ。一緒に行こう。いいよ。トコ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 。私カバンが欲しいの。私も。一緒に買いましょう。いいわよ。素敵なところ。じゃあ私先頭で行くわ。はい。トコトコ。これ一人ずつしか行けないからお姉ちゃんが行くね先。バイバーイ。バイバーイ。じゃあ私たち帰りましょう。そんなのは嘘に決まってるじゃない。ぐなんでいるの。降りるの忘れてた。ピュピュー。私のうち遊びに来る？うん、遊びに行きたい。いいよ。どんなお家なんだろう。すごくワクワクしてるのよ。はい。ここが私のお家よ。わあ、素敵。とりあえず階段を登ってって。うん。よいしょ。マシュマロネズミの友達や。お、いらっしゃいいらっしゃい。わあ、恥ずかしい恥ずかしい。あ、枕下に落ちた。あ、ごめん。仲いいね、この二人。カップルか。違うよ、兄弟だよ。双子か。違う、お兄ちゃんだよ。すごいわ。あ、そういえば気づかなかったけど、上にシャネリアもあったわ。あ、そうよ、素敵でしょ。素敵。なんかごちそうが出てくるみたいだけど。あ、じゃあ私がごちそうするわ。はい。すごい
じゃあちょっと待っててね。はい。子供たちちょっとおいで。待って待って。ねえねえ見てちょっと。今日は母の日でしょ。そうそう。だからお母さんに内緒でお花を買いに行くの。お母さんって何が好きなんだろう。とりあえずバラにしてみよう。じゃあ私も買うわ。すみません。はい。バラの紫ってありますか？ないです。あ、そうですか。じゃあチューリップの紫は？ピンクならあるんですけど。じゃあピンクで。どこにありますか？すっごい花束ください。ピンクだとピンクでいいですか？あ、ちょっと探します。どこかな？私これがいいです。これにします。取って。はい。じゃあ私はね、紫とピンクのバラにするわ。お会計お願いします。はい。3000円になります。はい。よいしょ。ありがとうございました。すみません。お会計お願いします。6000円になります。ありがとうございました。はい、どうぞ。高いでしょ。ありがとうございます。はい。これでお母さん、あれ？お母さんじゃなくてお姉ちゃんだ、あれ。あれ？あ、お姉ちゃん。何してんの？え、お母さんに内緒で花束を買ってきたのよ。あなたも終わったら花束買ったら？うん、持って帰ろう。こんにちは。あ、こんにちは。これは私のお友達よ。みーちゃんと言います。みーちゃんよろしく。よろしくね。私はレイカ。あのね、あ、しっぽり引っかかった。店員さんはね、花かって言うんだよ。へぇ、そうなんだ。レイカと花かでカカ。もう一個私花束買いたいな。なんで？だっていつもお母さんご飯とか作ってくれるから。一個じゃ足りないよ。私、大きいの買ったから、まあいいや。それ3000円でしょ。こっち6000円だったんだから。高い。私どうしよう。買ってこかな。何品で。じゃあ私は花瓶ごと買っちゃうよ。私も花瓶ごと買おうっと。お客様すいません、はい、花瓶は当店のものなので。よし、これでお会計。お会計お願いします。1万円になります。高いだぞ。高いね。高い。じゃあすいません、これください。いくらですか？15000円になります。高い。ちょっとどんどん高くなったんだけど。花瓶料金入ってるでしょ。じゃあ、お先に。じゃあ花瓶ごと。このまま家帰ったらお母さんとかにバレちゃうんじゃないの？そうそう。あなたたち。どうする？じゃあ花子。花子。花子でしょ。はい、花子。ちょっと預かっといて。いいよ。じゃあね、バイバイ。バイバイ。お先、ちょっと待って。じゃーん。ただいまー。お腹すいたからジェラートショップでも行こうか。あ、そうだね。よいしょ、よいしょ。あ、お姉ちゃんだ。何食べるの？チョコ。バニラ。サービスしてあげるわ。いいよ。100円ずつね。安い。安い。あのね、うん、花香のところ行ったらね、うん、花屋さんね、うん、1個ね、15000円だったのよ。あ、高かったね。いや、花香のお花は高級だからね。食べたい。食べたい。あ、ごめん、ちょっと売り切れちゃった。もう、私マンゴーが良かった、やっぱり。よし、ちょっとデパート行かない？行こう。この子誰？お姉ちゃん。あ、危ない。引かれるよ。危なかった。あ、着いた着いた。お姉ちゃんもバス乗るの？乗るよ。よし、一緒に乗ろう。どこまで行くの？これはね、終点がね、スーパーマーケットなんだよ。そうなの？デパートでした。デパートなんだよ。よし、出発。ゴゴ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 ゴ。ぷっぷー。ここでありますか？ありの人がいます。よいしょ。今日はパーティーがあるみたいだから来たわ。あ、カバン。ちょっとデパートで買いに行くから乗ります。ここでお降りになられるデパート前とカップルモン。まだいるわ。いい
いいバッグあるかしら。あ、私も出ます。あ、私も私も。ちょっとこっち気になるからこっち行ってみようっと。じゃあ、あなたって先頭ね。じゃんけんで決めましょう。同じのが揃ったら。見て見て、私こんなバッグ買ったのよ。あとね、私もう一個買ったんだ。カチューシャを買ったのよ。私は帽子を買ったわ。素敵でしょ。素敵だね。じゃあそろそろ帰りましょうか。そうだわね。見て見て、私たちもカップルが座っている場所に座りたいわね。そうね、カップルじゃないけど座ってみたいわね。あなたたち何やってんの？1時間ぐらい座って。この場所大好きなの。ちょっと変わってくれない？変わってくれない？いいよ。ありがとう。ありがとう。あ、かっこいいね。かっこいい。いい。僕のことかい？違う。違う。この門。あ、門。いや、私はあの人のことを言ってたの。いや、出れるな。落ちちゃうわ。何やってる？尻みたいじゃないの？ところにお花渡さなくていいの？お母さんいないからここに住むの。え、あなたお母さんに2つ買ったじゃない。お母さんとお母…あ、お母さんどこ？お母さん家がないからここに住む。家あるでしょ、あなた。あ、ちょっとお父さん呼んでくるね。お父さんどこにいるの？ここにいる。あ、お父さんバスの運転手だったの。そうよ。じゃあお父さん2人いるの？そう、お父さんは双子よ。よいしょ。ここの家族は双子がおるよ。はなかも来たよ。みんな来たわよ。あら、あれ、お母さんだけいないの？私がお母さんじゃない。あれ、寝ぼけてたわ。じゃあ、私からのプレゼントです。母の日おめでとう。ありがとう。お花2個買ってきたわ。これだよ。なになに？せーの、オープン。あ、すごい綺麗なお花。そうだよ。ありがとう。お母さん、お母さん。なに？俺からのプレゼントだ。あ、素敵なバッグじゃない。お家帰るわよ。はい。ふゆーん、ふゆーん、ふゆーん。よし、あげるぞ。お母さん。え、何？母の日おめでとう。あ、ありがとう。何このバッグ？あ、買ったの。これもお母さんに？うん、自分の。はい、はい、どうぞ。素敵ね。ちょっと持たせてあげる。まあまあ、ありがとう。よし、じゃあ降りるよ。ここは私たちのお家よ。今日は楽しかったわね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。また見てね。レイカです。はなかです。かかです。